はい、どうも、トワイスです。今回も、ブレスオブザワイルド続きやっていきたいと思います。ですね。今回はデスマウンテンを登るということなんですけど、体が燃えるって言ってたんで、ちょっとシェーベルは手前あたりに置いてた方がいいのかなって感じですね。な。あ、どうもどうも。観光大使のあの人かな。どうも。あ、違う人だ。チャリオ。火山道は暑くてゴロン族以外には危険ごろよ。ゴロンシティに行くなら退化の準備ごろよ。以上、忠告せずにはおられないごろ。あ、商売しなきゃ。あ、そう。お、鉱石か。いいね。あー、買えるんだ。一つずつしか売ってないけど、結構高いな。はい。売り物、なんか売るもんあったっけ？特にないかな？うん、ないですね。さよなら。よろしく。さて、火山道は暑いとはいえどだ。どこまでなら行けるんでしょうね、じゃあ。右下のあれかな？温度ゲージに注意って感じかな？お、ちょっと。看板でしょ、これ。デスマウンテン1号目登山口。あ、2号目からって言ったっけ？そういえば。今人がいたけど、あの人は関係ない？よ、ちょっとお話聞かせてよ。大統領さん、ウーム、馬で進むか歩いて行くか、悩める男大統領。自分の足で行くとしても、さて右足から出すか左からか、なんちゃって。有用な情報は聞けませんでしたね。まあ仕方ないね。でもまあ、ここはまだ大丈夫ってことなんでしょうね、きっとね。二号目からって言ってたけど、二号目ってどこだ？てか、こんなところに馬置いてたらな。今の地中。森で出てきたやつ？まあ、いっか。とりあえずは、引いてみる。あ、大丈夫だ。一瞬触るぐらいだったら別に馬でもって感じ？お、変わった鳥がいる。あ、てかこれ分かれ道だけど、特に何の指標もねえのか。ガーディアン、固定式がいます。あー、固定式じゃねえ。これ向かってくるかな。あ、どうも大統領さん。あなたもしかしてガーディアンと戦える人？んなことないよね、きっとね。でも、向かっていくの、あなた。ガーディアン相手にすんの、あなた。ちょっと私でさえ怖いというのに、あれと相まみえるのは。まあ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 、琥珀は取るけど。あ、全然違うところ歩き始めてる。あ、もしかしてこの、見つかったし。よっしゃ、近づいてこい。ちょっと待って、ちょっと待って。お前の攻略法はちょっとだけ分かった。よし、見失ったな。行くぞ。お前の攻略法は、橋を撃つ。ちょっと待って。一旦防御。うわ！あ、一発耐えた。実は、HP というか、なんだっけ。ハートの器を3つ手に入れて、ハートの数を9個にしてきたんですよ。でもこの防御力で8個半持っていかれるのか。ちょっとそれは厳しいな。ちょっと古代武器使っていくしかないようですね。ガーディアンランスプラス。よし、オッケー。転ばせればこっちのもんよ。なあ。なあ。あれ？起き上がっちゃった？もう一本。よし。じゃあ、まず、騎士の両手剣。リモコン爆弾とか？
そうだよね。もうそこまで来たら固定式ガーディアンと同じになっちゃうよね。オッケー。降臨の槍でどこまでいけるかだよね。HP が見えない。はっ、ちょっとこればっかりは死活問題だ。しっかり狙っていかないとまずい。すげえ、氷の槍全然壊れねえじゃん。はっ、オッケー、いけるぞこれ。いけたぞ。ええ、大量。固定式より歩行式の方が楽ですね。木の矢が数本と、あと、まあ、ある程度強力な武器があれば、なんとかなるっていうことが分かりましたので、まあ、気を取り直して進んでいきますか。ていうか、こっちでいいの？ていうか、最初、祠だと思ったよね。ガーディアンじゃなくて。あ、あれなんだ。あれ、明かりですかね。こっちで合ってんのかな。あ、まあいいや。祠がこっち方面にあるけど、上かな。まあ、まあまあまあ、ええわ。とりあえず進んでいきましょう。この辺な。温泉ってことなのかな、これは。明かりがあるから、多分この先で合ってると思うんだけど。これ馬は兵器とかある？ないよね、多分ね。あー、飛んでるな。あれはちょっと、無視していこう。うわ、気温ゲージが、うおー、ちょっと待って。うわー、燃える燃える。シェブル大丈夫？ダメージ食らってる感じではないけど。あ、ちょっとそろそろまずいな、これ。右下の温度ゲージがかなりの高さになっている。やっぱ馬宿に預けてくるべきだったかな。特にこのガーディアンから何ももらえねえんだな。これってあれかな？単純に体を冷やすようなやつじゃダメなのかな？あ、ダメか。また別の、ん？また別のステータスになってますね。燃えず役は。まあでもとりあえず体冷やしておきましょうか。ピリ辛上獣ステーキ。あーでもな、HP 回復しないんだよな、今。まあ、いっか。あ、ダメじゃん。逆じゃん？どっちかというとこっちじゃん？ひんやり薬？まあ、ひんやり薬はいいとして、ここが2号目ってことだよね。この先ゴロンシティ。ここから高温レベル1、ゴロン族以外は火傷に注意ゴロ。了解。まあ、登っていきましょう。ここから馬は入れなさそうなので。一応、温度の問題で言えば、うわぁ、これは、なるほど。これが、燃えず薬が必要なやつですか。右下の温度計吹っ切れてますね。あ、嘘。木製のやつはダメ。強化リザルボーは OK か。でも、木の矢は燃えてましたね、今。うっそ、お前。またかよ。仕方ない。これはもうさっさと、型をつけましょう。オッケー。はい。そのまんま落ちる？いや、起き上がるか。さてと。ここまで来たけど、ガーディンアクスで何とかやっていくか。
あ、いや、落ちるな、これは。さよなら。さすがのお前もそこから落ちたら？あ、水の中に落ちましたね。なんかデスポンしてきそう。まあでも、いっか。とりあえずは。燃えず薬の耐久じゃないや。なんか、うん。時間が心配なので、鉱石掘りはしたいな。これトパーズ、いいね。ああ、いろいろ手に入りますね。やっぱりこの辺は鉱石掘り、必要なんだな。溶岩は踏まないように。なんかいるし。うぅ。どうすっかな。まあ普通にやっていくしかないんだろうけど。氷の槍いきますか。おお、おお、ちょっと、おお、ちょっと、うわ、ちょっと、待って待って、結構長いなお前。はいはい、速攻決める。オッケー。強化リザルブーメランに強化リザルシールドね。お、リザルフォスの赤尻尾、そういうのもあるんだ。素材は早めに拾わないと燃えちゃうみたいですね。さて、どっちに進めばいいんだ。上がったり下がったりだけど、ある程度のショートカットは必要だよね。こっちではなさそう。ん？あ、そっか。タワーが近いから、とりあえずタワーに登りましょうか。あ、こっち来た道じゃん。全然違うじゃん。さて、宝箱だ。マグネキャッチで武器を節約してもいいんですけどね。マグネキャッチで箱ブンブンしてるだけで結構、あの相手にダメージがいくので。あ、これ位置的に怖いけど、鉱石採取はしたいから。ほっ。火打ち石。怖く。ほっ。普通に登れそうですね。オルディンの塔。オルディン。ギョギョしい名前だけど。よし。まあでもそれ以外は普通のタワーですね。うん、大丈夫そう。あ、これはエクストラがないとギリギリいけないパターンだ。よしよし。到着。じゃあ早速地図を開こう。えぐいなぁ。で、多分あの火山の火口付近あたりに今回のボス、う？見えるじゃん。こいつでしょ、ガーディアン。きっとガーディアンじゃないや、神獣。マジか。で、ゴロンシティであろう場所はどこだ。ここか。ゴロンシティは大丈夫なのかな？あの、暑さ的には。こうぐるーっと回っていく感じなんですね。ていうか、ガーディアンが普通にいるのはどうなの？これは。ここはなんだ？なんかまた意味ありげな場所だけど。ダルマーコね。ダルマーニっていうキャラクターがいた気がする。ダルニアコ。ダルニアコね。うん。うん。
じゃあ行きましょう。ちょっと待って。こっち向きでいいんだよね。ほっ。まあそら、ショートカットできるところはしますわ。ん？これショートカットになってる？一応脇道ではあるんですけど。このガードの体勢的には大丈夫そうだから。まあ、とりあえずゴロンシティについて、ワープポイントを確保するのが最優先ですからね。わあ。なんかすげえ、変わった音楽がする。とっとっとっと。危ねえ。うわ、なんかいるし。やるか。やるかってやるしかないんですけどね。さよなら。三つ股リザルブーメラン？マジで？そうなんだ。そんなものもあるんだ。じゃあ、使わない手はないよね。さて、リザルフォスは結構いい武器落としてくれるんだな。まあ、このまま行けばとりあえずは行けるんだけど、燃えず薬もう一つぐらい必要そうかな。ゴロンシティは、あ、よかった。どうやら低いところにあるらしい。多分これそうですよね。ふい。デスマウンテン3号目、南採掘場。全然違ったわ。どこだ、ゴロンシティ。合ってんのか、ここ。あん？転がってんな。どうも。寝てる。夜6時55分。ちょっとこれ、どうも。ドリルドさん。俺の幸せは組長の幸せ。引いてはゴロンシティの幸せ頃。はあ、おっと。あんたには関係なかった頃。大変ですね。うん。ゴロンシティが潤ってんのも俺たちのおかげなんだぜ、ゴロ。しかし本当はもっと山頂近くで掘りたいけどよ。トカゲの化け物が邪魔でな、ゴロ。あなたは？採掘会社ゴロン組班長のドリルド。ほんほん。ゴロンシティ組長の指示によりここで採掘をしてるゴロ。気合入ってますね。ゴロンシティって？俺たちゴロンの町。うん。行きたきゃこの道をまっすぐゴロ。ハイリア人なら火傷に気をつけるゴロ。そうだね。いや、大丈夫。さよならゴロ。リンク結構ノリがいいですよね。ほっ。ちょっと鉱石採掘しておこう。どうせもう一つ飲まないとダメっぽいですからね。他にもあっかな。5、4、3、2、1、ブシュー。危ねえ。これこれ。よし。あ、人がいる。どうも。マサーキーさん。ゴロンシティからの帰りなんですが、土産を買うのを忘れちゃいまして。火消しトカゲ。はいはい。すばしこくて。あ？ 10 匹。耐火の防具？それは欲しいわ。いいぞ。この辺りにもいるはず。じゃあまあちょっと探してみようか。後で。いるじゃん。ちょっと。おーい。マジか。石の下にもいるんですね。よし。これで多分10匹集まったはず。あ、ハンマーじゃん。いや、ラッキー。さて、さっきの人は？ちょっと時間食っちゃったからな。早く防具を。あ、いた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 。どうも。捕まえましたよ。どうぞ。おう、耐火の石鎧。防御力弱。何？何？
あ、この兜は譲れないのですよ。高価な品でしてね。欲しいならゴロンシティで買ってください。へぇ。ゴロンシティならここから先北へ向かった5合目ですよ。ああ。うん。お、3匹あたり20ルピー。いいね。うん。ああ、火消しと影と魔物の素材で燃え図薬ができるのね。了解了解。そんじゃ、早速防具を装備しておこう。ちょっとこれは多分必要不可欠だと思うんだ。まあ、防御力はめっちゃ減るけど仕方ないよね。うん。これで燃え図薬がなくてもとりあえず大丈夫ってことになったのかな。んじゃあ、もうちょっと鉱石採取して先に進みましょう。うん。まあもう鉱石もないみたいなんで、とりあえず先進んじゃいますか。5合目まで行かないとどうやら、まあ、ゴロンシティはないみたいなので、登っていくしかないってことなんでしょうね。ああ、ここが魔物の巣だけど、まあ今ちょっとあまり戦いたくないかな。ちょっと待って。これ、デスマウンテン4号目、この先ゴロンシティ。まっすぐっつってたよな。あ、この鎧があると一応大丈夫みたいですね。燃えず薬飲まなくても。よかったよかった。ちょっとボス戦とかは燃えず薬飲んで、その上で、英傑の服じゃないと多分防御力が厳しいと思うので。うえ、何？うお、マジか。懐かしい。そういや、なんか、降ってきてたな。懐かしいな。でも多分これってあれでしょうね。神獣のせいなのかな。ちょっとところどころで、あ、なんだ、あれが神獣か。名前忘れたけど。で、どうやらゴロンシティ到着のようですね。どうも、ククレン。あ、すげえ。ちょっとカペトみたいなのつけてる。あ、武器が。一応剣なのかな？石の剣。ウォフォン、よくぞ参られたリンク殿。どうしてそれを。そんなことより君、さっきの火山弾ダメだったよ、当たったよ。あの火山弾の兵でお客さんが減っちゃって、英傑様ごっこでもしないと暇で暇で。あ、それ俺、俺の真似っていうかダルケルの真似か。ちなみにリンクというのは100年前、町の英傑ダルケル様と共に戦ったハイリア人頃。俺俺。詳しいことは多くの組長にでも聞くといい頃。はいはい。ここ温度振り切れてるから多分脱いでもダメだな。どうとしたら、ちょっとまず祠チェックポイントをまず解放したい。こっちか。ん？ん？どこ？こっち？ね、組長でしょそれ。こっちか。あん？中かな？
ではなさそう。え、ちょっと待って。まず、祠をさ、ハンマー。ん？まず、祠確保しないとワープできないから。いや、ちょっと登ろう。なんかちょうど箱の印がここ登れみたいな感じになってるね。え？あー、上？上ですか？マジで？落ちたら死ぬよ。マジで？ね、オッケー。あ、この坂か。ちょっと祠解放してきます。あ、どうも。あ、ハイリア人ゴロ。ここで何してるゴロ。ここから先は廃校しかないゴロ。魔物も出るし危険ゴロよ。あ、そう。通っちゃダメってことではないんだね。あったあったあった。オッケー。これだよ、これ。というか常に温度ゲージ振り切れてるのが怖いな。下糸瀬の祠。うわ、なんだ、オクタが何か。じゃあ、え、オクタいる？あ、いるな、オクタ。まあいいや。じゃあ、今回はここまでとさせていただきます。次回はゴロンシティの、まあこの祠クリアして、話聞いて、まあどういう感じに進めていくのかっていうのを考えましょう。では、ご視聴ありがとうございました。失礼します。